翼よ。あれが、パリの明かりだわ。1957年の、アメリカ合衆国の電気映画。ビリー・ワイルダー監督、ジェームズ・スチュアート主演。脚本は、チャールズ・レデラー、ウェンデル・メイズ及びビリー・ワイルダーで、1954年に、ピューリッツァー賞を獲得した、チャールズ・リンドバーグの著作、ザ・スピリット・オブ・ストリート・ルイスを原作とする。映画は、 リンドバーグのライアン・ニップ探用機・タニオースピリット・オブ・セント・ルイス号による歴史的な大西洋横断飛行を1927年5月20日のニューヨーク・ルーズベルト飛行場の離陸から5月21日にパリのルブルジェ空港に着陸するまで描く映画はリンドバーグの歴史的な飛行の前夜から始まりいくつものフラッシュバックによって1923年の 初めての単独飛行で始まる彼の飛行キャリアを物語る。極技飛行団での日々、陸軍での飛行訓練、飛行教官、郵便機パイロットとしての飛行、不調に終わったコロンビア航空車からのベランカ機、購入交渉、セントルイス商工会議所からの資金援助の獲得、スピリット・オブ・セントルイス号の設計と制作、等々である。困難な離陸の後、 リンドバーグは、睡眠不足や、機体の着氷と戦い、推測広報で苦闘する。そこに、バドガーニーと組んでのアイキ・ジェニーによる旅回りや、ブルックス飛行場での陸軍飛行士としての訓練など、飛行士としての初期のエピソードが描かれる。飛行中に操縦席に入り込んだハエや、天井のコンパスを見るために、見物の少女からもらい受けた鏡のエピソードも、有名である。 そしてついにアイルランドのディングルワンで陸地にたどり着き、プリマス上空を飛んで、イギリス海峡を横断、英雄の歓迎に湧くパリのルブルジェ空港に到着する。1955年8月に制作にかかった時、ジャック・ワーナーは、リンドバーク役を、ジョンカーに打診したがカーはそれを断った。ジェームズ・スチュワートがその47歳という年齢にも、かかわらず、 すでに1954年という早い段階から、リンドバーグの役を演じたいと、ワーナーブラザーズ経営人に働きかけ、のみならず熱心なダイエットと節制をして1927年当時の、リンドバーグの外見に近づけようとしていたことは、多くの情報源によって知られている。スチュワートには、年齢を重ねた当時にあっても変わらない、生涯を通じてのリンバーグと飛行への情熱があり、 それは彼の若い頃のローンイーグルのこの飛行が最大のきっかけとなっていたのだった。そしてそれこそが彼に飛行士としての道を歩ませていたのである。スチュワートは結局リンドバーグの役を射止めたがその年齢は制作後の批評の格好の標的となった。大西洋横断飛行を忠実に再現するためにヨーロッパやスタジオなど各所での撮影用として スピリット・オブ・セント・ルイス号の複製が3機、製作された。そのうち2機はまだ飛行可能な状態で、1機は、ミシガン州、ディアボーンのヘンリー・フォード博物館に展示されており、もう1機は、ウィスコンシン州オシコュのイエーエアベンチャー博物館にある。映画の撮影は、現在は、アラン・ハンコック・カレッジの敷地になっている、カリフォルニア州サンタマリアにあった。 サンタマリアパブリック空港で行われた映画が20ヶ月にわたる制作期間の後1957年4月に公開されると主に当初予算の2倍以上という莫大な制作費による工業上の失敗について様々な評価を受けたしかしその特殊効果とジェームズ・スチュワートの優れた演技については称賛された タイム氏は1957年にこの映画についてこう書いている。後にこの映画はその輝きを幾分回復することができた。そして現代ではリンドバーグの性格描写と記録的な飛行の準備に関する秩序立った描写に再評価がなされている。スミソニアン協会はこの映画を古典シリーズの一部として最近上映し魅力的で緊迫感のあるものとして DVD 化も行われた。1957年に日本初公開された時は翼よ。あれがパリの明かりだであったが、1966年にリバイバルされた際は翼よ。あれがパリの明かりだとパリの部分がカタカナ表記に解題された。そのため、1966年リバイバル時のポスターやパンフレットはカタカナ表記になっている。 1980年代に日本ヘラルド配給でリバイバルされた際は再び翼よ。あれがパリの明かりだの漢字表記になっている。1958年のアカデミー賞でルイス・リキテンフィールドは特殊効果賞にノミネートされた。また AFI の感動の映画ベスト100にも69位にランクされた。ありがとうございます。